銀座の洋食店です。ユン大統領思い出の味というオムライスを食べながら、名物のオムライスを食べる案が。12년만에셔틀외교복원이라는윤석열대통령의방일만찬은어디서하는지알아봤더니レンガ亭で、こちらの店で。허름한외관、평범해보이지만사실은128년역사를자랑하는식당。최초의돈가스와오므라이스를만들었다는수식어도있다고합니다。구글리뷰별점은 3.8。 한국인들의후기를찾아봤더니우리오므라이스와는다르지만맛있다는평、맛에비해비싸다는평도있었습니다。현지인들의평가는어떨까요？현지인들도역시부담되는가격？렌가테이는과거윤석열대통령이일본측관계자들에게추억의장소라고소개한곳이라고합니다。한편김건희여사는기시다일본총리의부인유코여사와화가자를만들예정입니다。